こんにちは。2024年元旦、人々が新年の幕開けに心を躍らせていたであろうこの日、日本国内では予期せぬ悲劇が報じられました。しかし前代未聞の悲劇は一件だけにとどまらず、全国各地で耳を疑うようなニュースが飛び交っており、誰もが無関係ではいられない危機に面していることを忘れてはなりません。ということで今回は2024年元旦、石川県能登地方で発生した大災害から始まった未曽有の惨劇の一部始終を時系列順にご紹介していきたいと思います。ではいく。新年の秘宝。2024年1月1日午後4時6分、石川県能登地方を震源地とした大規模な地震が発生しました。この日、石川県内ではマグニチュード 7.6、最大震度7の地震が観測され、近隣の新潟県、富山県、福井県でも最大震度5強の地震が確認されました。また、この時能登地方のみならず、全国各地で地震が発生したため、多くの人々が予期せぬ災害を警戒したのではないかと思われます。そして、災害は地震のみにとどまらず、震源地となった石川県能登地方では地震と同時に大津波警報が発令され、現地にいた人々は避難生活を余儀なくされました。こうした中、石川県北部に位置する輪島市、珠洲市、穴水町、能登町では地震による家屋の倒壊や道路の陥没、そして津波による浸水被害などが数多く確認されており、輪島市の中心部では200棟以上が焼損する大規模な火災が発生するなど深刻な被害に見舞われています。また、石川県内では1月4日22時の時点で死者84名が確認されているのですが、依然として行方不明者も多く見受けられたため、現在石川県のホームページ上では県内の安否不明者179人の氏名と年齢が公表されるとともに情報提供が呼びかけられています。そして現時点では地震発生の正確なメカニズムについて解明されていないのですが、能登地方ではおよそ3年前から能登半島沖にある海底の断層を震源地とした群発地震、すなわち前震、本震、余震の区別がはっきりしないまま集中的に多発する地震がたびたび発生していたため、今回も過去の群発地震に関係しているのではないかなどと指摘されています。しかし今回の地震に関しては、これまで能登地方で発生した群発地震の中でも最大規模を記録した予想外の被害を出しているため、今後新たな見解が指摘される可能性も考えられます。そして現在も強い揺れを伴う地震が増加しているとのことで、石川県西方沖から新潟県佐渡島の西にかけての約 150km もの範囲で地震の活動が活発になっていると指摘されています。また今後1週間はマグニチュード5近くの余震が続く可能性があると言及されているため、引き続き津波とともに警戒が求められています。そして地震発生によって岸田文雄首相は人命第一で救命救助に全力をという姿勢を見せているのですが、アメリカをはじめとする先進7カ国と G7 や中国、台湾といった数々の国や地域から支援の申し出があったにもかかわらず、被災地までの侵入路の確保が難しい、一律に現時点では受け入れていないなどと主張し支援を拒否しました。しかし輪島市の市長からは救助を求める連絡が200件以上寄せられているなどと発言されているため、ネット上では海外の救助隊による支援で人命を救う可能性があるにもかかわらず、なぜ受け入れないのかといった批判の声が相次いでいます。また台湾からの支援を拒否した際には、中国に忖度して日本と台湾の友好関係を深めることを避けているのではないかなどといった疑問の声も上がっています。そして災害の報道が相次ぐ中で、政治家たちは裏金問題をはじめとする数々の問題から注意をそらそうとしているのではないかと懸念する声も多く見受けられており、国民があらゆる情報に対して敏感になっていることが考えられます。そうした中、今回の地震発生を受け、 X では募金や救援、被害報告に関するデマが拡散されたほか、人工地震を指摘する情報や外国人の犯罪者集団が被災地に向かっているといった不安を煽る情報が飛び交いました。また過去の被災経験から防災にまつわる発信をしたユーザーに対して、一部の人々が誹謗中傷のコメントを寄せるなど、あらぬ事態が散見されています。とはいえ、ネット上では被災経験のあるユーザーたちから、災害時は性的被害や窃盗が多発するなどと注意喚起されているため、危機管理にまつわる情報は最低限心得ておくといいでしょう。そして今回の事件によって、大手コンビニ各社をはじめ、山崎パンやアイリスオーヤマといった民間企業による支援物資の報道がたびたび取り沙汰されていますが、石川県は一個人による直接的な支援物資の搬入を現段階では控えるよう呼びかけています。これは交通渋滞の妨げになる、人員確保が困難で仕分けに手間がかかるといった理由から、受け入れ困難な状況であることが理由として挙げられており、
物資ではなく義援金といった支援方法の検討が提示されています。また企業や団体によるまとまった物資の提供を検討する場合は石川県厚生政策課に申請した上で手続きを行うよう案内されているため、 SNS 上における個人的な支援物資の呼びかけには注意が必要です。こうした一連の背景から災害によって各方面で新たな問題の発生が見受けられるのですが、野田半島地震に引き続き翌日にはさらなる予想外の悲劇が報じられることになります。救援の惨劇。大地震発生の翌日となる1月2日、東京の玄関口として多くの人々が集う羽田空港では航空機の衝突炎上事故が発生しました。この日本来であれば午後5時40分に北海道の新千歳空港を出発した日本航空516便が羽田空港の滑走路に着陸する予定となっていました。しかし日本航空516便は予定よりも約4分過ぎた午後5時44分に航空機への指示や着陸許可を送る管制官からの着陸許可を受けた上で羽田空港第2ターミナルの C 滑走路へと着陸準備を進めています。一方、後に日本航空516便と衝突する海上保安庁の航空機こと海保機は前日に発生した能登半島地震を受け、救援のために新潟空港基地へ物資を輸送する予定となっていました。そうした中、日本航空516便が着陸許可を受けてからおよそ1分後となる午後5時45分に海保機は C 滑走路へとつながる誘導路の停止位置までの走行を指示されています。またこの時海保機側は管制官からの指示を復唱しているため、本来であれば C 滑走路手前の停止位置で次の指示を待つ予定となっていました。しかしこの時海保機を操縦していた機長は管制官に連絡しないまま C 滑走路に侵入し、およそ40秒間停止していたと見られています。そして管制官から着陸許可を受けていた日本航空516便は予定通り C 滑走路へと侵入するのですが、 C 滑走路上で停止していた海保機と衝突したことで両方の機体が炎上します。その後海保機に搭乗していた乗組員の男性6人のうち5人は死亡が確認されており、一方残りの1人である海保機の機長に関しては重傷を負ったものの自ら機体を脱出しています。しかし病院に搬送される際に警視庁からの任意の聴取に対して機体の後ろがいきなり燃えたなどと証言していることから、当時の機長は衝突事故が発生した認識がなかったと考えられています。また炎上した日本航空516便では幼い子供8人を含む乗客367人と乗員12人全員がおよそ18分間のうちに機体から脱出しており、後に乗員乗客のうち14人の怪我や容体悪化が確認されていますが、いずれも命に別状はないとのことです。しかし一方では航空機の炎上によって機内の貨物室に取り残されたペットが犠牲になったと判明したため、ネット上では緊急時にペットを連れて避難できるよう客室への同伴を願う声が後を絶たず、新たな課題が浮き彫りになっています。そして被害はそれだけにとどまらず、事故発生直後より羽田空港の国内線は全便欠航となったため、羽田空港内では第1ターミナルでは312人、第2ターミナルで794人の利用客が一夜を明かしています。一方炎上した2機の航空機に関してはおよそ8時間にも及ぶ消火活動の末に鎮火されました。そして事故発生の翌日、日本航空516便の機長は着陸前に管制官の指示を復唱したと主張した上で、 C 滑走路侵入時に海保機は視認できなかったと説明しています。そのため本件は海保機の機長が着陸許可を受けたと思い込んだことで衝突事故が起こったのではないかと考えられているのですが、海保機の機長は管制官から侵入許可を受けていたと主張しているため、双方の機長の意見に食い違いが生じています。しかし海保機に関しては C 滑走路へ侵入後40秒近く停止するなど不自然な動きが疑問視されていることから、今後現場検証を行うとともに警視庁は業務上過失致死罪の疑いで捜査する方針を示しています。歴史の損失。予期せぬ悲報の連続から一夜明けた1月3日、今度は福岡県北九州市内の商店街で大規模な火災が発生しました。この日午後3時10分過ぎ、 JR 小倉駅の近くに位置する魚町銀店街およびアーケードの内部に位置する鳥町食堂街という2つの飲食店街から建物が燃えているという通報が相次ぎました。警察の発表によると、鳥町食堂街の一角に位置する飲食店内で鍋から出火したことをきっかけに炎焼したそうで、火災が発生した
当初、現場の様子を確認した町内会会長は、2軒だけが燃えていて、そのまま鎮火すると思ったと話しています。ところが、炎はみるみるうちに拡大したそうで、鳥町食堂街全体が炎焼すると、今度は隣接する魚町銀店街にも被害が及びました。また、現場近くに居合わせた地元住人らは、2、3回ほど爆発音のような異音を聞いたとのことで、急いで現場から避難しています。そして、20台近くの消防車によって消火活動が行われたものの、商店街の内部は道が狭く、木造住宅が密集していたことから、鎮火するまでに少なくとも13時間以上かかっています。また、現在では、怪我人や死者といった犠牲者は確認されていないものの、35店舗で被害が確認されたほか、焼損面積、すなわち火事によって建物としての機能が失われた面積は、2900平方メートル近くと報告されています。ちなみに、魚町銀店街及び鳥町食堂街は、1951年に日本で初めて開業されたアーケード商店街となっていることから、密集した木造建築が歴史を物語る反面、火災の対策には多くの問題を抱えていました。また、2つの飲食店街から300メートルほど離れた場所に位置する旦過市場では、2022年4月に原因不明の大規模な火災が1件発生したほか、4ヶ月後となる8月には、飲食店経営者が廃油と凝固剤を入れたフライパンを加熱したまま放置したことによって、再び大規模な火災が発生しているため、相次ぐ焼失への対策は今後も重要な課題になることが考えられます。通り魔の女。1月3日午後11時頃、北九州市内の火災により消火活動が行われていた一方で、東京都内では無差別殺人未遂事件が発生しています。当時、JR 山手線を走行していた電車の中では、突如として女が刃物を振り回したそうで、車内に居合わせた乗客複数人が被害に遭っています。ちなみに、この時現場に居合わせた20代の男性によると、車内で座っていたところ、右胸に強い衝撃を感じたそうで、男性の足元には凶器として使われた包丁が落ちていたほか、すぐ近くでは髪の毛の長い若い女が無言で立っていたとのことです。その後、乗客たちは抵抗を見せる女の身柄を必死に取り押さえ、JR 秋葉原駅で停車すると、警視庁に通報を寄せています。そして女は停車中の車内で現行犯逮捕され、凶器として使われた刃物が押収されているのですが、女が所持していたカバンの中からはもう一本の刃物が発見されています。また取り調べでは人を殺そうと思ったなどと供述していることから計画性を持って犯行に及んだことが伺えます。そして逮捕当時は長い髪が特徴的な自称20代の女という情報だけが報道されていたのですが、翌日となる4日、警察署から出てきた際には短髪になっていたため、犯人はカツラをかぶっていたことが判明しています。しかし現時点では詳しい経緯や犯人の人物像などは明かされていません。そんな本事件は現場に居合わせた乗客のうち少なくとも30代から60代の男性4人が怪我を負ったと判明しているのですが、4人中1人は右腕を切られる軽傷を負ったほか、残りの3人に関しては左胸や背中、腕を刺されたことによる重傷を負っているものの、意識は確認されており命には別状がないと言われています。しかし本件において被害に遭った男性たちはいずれも犯人の女と面識がなかったと判明しているため、無差別な攻撃によって受けた被害の重さは計り知れません。相次ぐ災難。2024年の幕開けからわずか3日間で相次ぐ悲惨なニュースを受け、ネット上では1月4日にも何か起こるのではないかなどと不吉な未来を予想するコメントが見受けられました。そうした中、1月4日の午前11時半頃、東急東横線の渋谷駅ではカッターナイフをちらつかせている人がいるという通報が寄せられます。とはいえ駅構内ではカッターナイフを持った人物は発見されず、一連の騒ぎによって2万人以上の乗客に影響が出る結果となりました。一方、渋谷駅における騒動が沈静化した午後1時頃、JR 東京駅近くに位置する丸の内トラストタワー本館35階のホテルシャングリラでは火災が発生しました。そして現状では出火の原因が判明しておらず、怪我人なしという報道のみで詳しい被害情報については明かされていません。しかしホテルの利用客をはじめ近隣住民も避難を余儀なくされているため、被害に見舞われた人々の安全を願うばかりです。そしてシャングリラの火災発生からおよそ3時間が経過した午後4時20分頃、今度は東京都新宿区の西新宿で火災が発生しました。現場となった12階建てのマンションでは4階部分の一室から出火が確認されており、約2時間で鎮火されているものの、3階と4階の一部およそ50平方メートルが焼損したと報告されています。またマンション住人らは火災発生直後に避難しているものの、発生から4時間の時点で11人の怪我人が確認されました。そして本件もシャングリラの火災と同様、今後の捜査によって出火の原因や詳細情報が明かされるのではないかと考えられています。最後に、
2024年元旦以降、大規模な災害をはじめ、飛行機の衝突事故や無差別死傷事件、火災の連続といった相次ぐ不測の事態に困惑する人々が後を絶ちません。また、未曽有の事態が発生した以上、誰にとっても緊急事態は他人事ではないことが明らかとなりました。とはいえ、一連の混乱による新たな課題が浮き彫りになったことで、向き合わなければいけない問題も多く見受けられることから、これ以上の被害が発生しないことを願いたいと思います。はい、ということで今回こんな感じなんですけど、この動画を見て2024年三が日やばすぎ、一刻も早く日常が戻りますようにと思った方は、高評価、チャンネル登録、ベルマークの通知登録の3点お願いします。最後まで見てくれてありがとうございました。終わり。